はい、こんにちは、ショータです。ポケモンソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。なんかね、構築をいろいろ考えてたんですけど、結局、なんかやっぱ対面的な構築あったりとか、その、まあ、受け回しじゃない構築を使って結局なんかどうしてもね、うまく使えなすぎて、やっぱり受け回しがいいだろうってことで、帰ってくるんですよね、ここに。で、戦術とかが結構明確なのがやっぱりいいとこですよね。下3体見るためにハピがまず確定で、そうなると、万儀に強く出れるのもゴリランダか。とりあえず、ハピ無道は確定でいいでしょ？これだと。まあ、なるべく無道から入ってステロを巻きたい気持ちはあるんだけど、で、うざいのがトリックで崩してくるやつで、いやー、それ結構うざいな。ハピを崩してくるとして、足入れではない。多分、ロトムなんだよな。そうなると、ロトムに受けが効くヌオーを出すべきか。一回ヌオーってこともできるから。じゃ無動を、ヌオーを、ハピ。これでいきます。まあ、バンギと、足入れヌを考えると、ゴリランダ入れてもよかったんだけど、そうすると、ヒトムが結構うざいよね。オンバーンもトリックできんだっけ？オンバーンはできないか？コジョンドから。はいはいはい。これはまあ有利対面だから、ステロ巻きたいね。ステロ巻けるとヒトムが結構行動制限できるし、あとゴツメ持ってること考えると、あれしたくないはずなんだよね。猫は。打ちたくないと思う。素引きロトムでステルスロック巻いて、ここはオバヒでもいいから一回縫おうかな。技見たいで、トリックで縫おうがメガネになっちゃうんだったら、スカーフとかメガネになっちゃうんだったら、それはそれでいいや。ハピムドだけで多分抑えきれるんだよね。ボルチェーン。オッケー。で、こだわってんだったら、ここが、一個チャンスだな。まあ、引き先に熱湯をぶち込むか。こだわってんな、これ、絶対。コジョンド。こいつ焼いてほしいな。で、ステロが蓄積すると。いや、やっぱこれだわ、ポケモンは。こういうゲームだよ。こういうことやるゲームだよ、ポケモンって。さて。ここなんだよな。まあ、何飛んできても一発耐えるだろうから。地震で倒すか。コジョンド。膝。守る、怖くないんかな。すっげー強い。すっげー強い。パワーが。ただ、地震で落ちるはず。ネットダウンダメージだから。OK。この地震、地箱入り用に入れてるんだけど、まあ、タイプ一致だし、悪くない火力はしてんだよね。オンバーン。オンバーン、ステロでしょ？こうなると無動がいらないか。割と。まあ、ここハピ引きでいいや。まあなんかあった時に裏捨てて、みたいな技すかしとか、いろいろ。うわー、持ってるね、嫌な技。どんぐらい入る？メガネ。あー、それでもそんなもんなんだ。ダイナックルになるとザコになるから、引いてトリックしてくんのがうざいな。うんどっか。レンダー。ニアタテリやるね。木の実はまだ食わない。 D ダウンはちょっと違くないか。 D ダウンはちょっとまずくて、ただ気合玉これで2発でしょ。そしたらノーで受けちゃおうか。まあヌオ捨てながらっていうか、そういうノリなんだけど、
合玉、こいつ全部当てんな。運いいな。ただ D ダウンこれでリセットできたから、ハッピー。瞑想から入ろっか。で、ロトム見えたらトラアタに技切り替えて、こだわらせられてもいいかな。こいつほんと当てるな、気合玉。こんだけ当てるんだったら気合玉かなり強い技だよね。正直。はい、瞑想。ここの瞑想は結構絶望感あると思うんだけどな。卵を見で。かたくなに打ってくる。よし、さすがに。そろそろ外れてもいい頃だよね。これ裏2体、残り2体とも特殊だから、まあ瞑想2回ぐらい積んでトラアタ打ってっていいんじゃないかな。 OK、 いいね、いい感じにいけたわ。やっぱこれだ、ポケモン。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。やっぱね、こういう構築でこのゲームやってる時のね、ポケモンをしてるっていう安心感はあるね。これ全体を無理か？全体をだいぶ怪しいな。アシレ、キングドラ受けにハピナス、ジバコイルでヌオー、で、ゴリランダでヤムドってやると、ポリッツが欲しくなるよね。どう考えても。ルガルガン、じゃないや、ドラパルトを考えると。ポリッツ、ゴリランダポリッツにすると、まあ、気になるのは相手の、ゴリランダーか。叩かれて、その後、ウンタン。あんまりやりたくないな。どうしよっか。だから、ヌオを投げて受かる範囲が狭いっていうのは良くないんだろうな。だから、ポリッツから入って、で、ゴリランダを裏に置くのも確定で、で、この2体で、キングドラまで見れてることにしていいかな。そうなるとラストは、ゴリラ考えてエアムド？あ、これ戦術間に合ってないかも。間に合ってない感じがすごいする。まあ、ドラパルトの方が大丈夫なやつだったら、上の3体で勝ちなんだけど。ルガルガン。ちょ、多分本当に間に合ってて。お願いごめん。終わった。絶対間に合ってなくて終わった。まあ、無動引きか。やべえ、やっちゃったー。戦術。この戦術のシステムだけに関しては本当にね、7世代に戻してほしい。マジで。決まってるとこまでは出せるっていうさ。で、3体戦術、確定さえして、その、なんていうの、これでいきますってやってなければ、選んでる3体が戦出されるっていう、その、戦出だけは絶対7世代の方が良かったってね、断言できる。このゲーム。ジバコイル。ボディプレイお前知らねえだろ。ほら、肩、それ磁力キャッチするやつ、弱砲。引ける、ちなみに引けるんだ。これさ、磁力かどうかさ、引くまで確かめれないの、ちょっとうざくね。引けたら引けるんだけど。はい、10万。これは普通の特殊型か。まあ、地震で倒しちゃおうか。ジバコイルは。ラスか。それはあんま入んないはず。メガネじゃないことが割れてるのと、アナライズでもないから。オッケー。ヌオの地震も全然ケアされなくなったよな。7世代の頃は結構。結構ってほどでもないけど、
まあ、ちらほらいたような気がするんだけど、ゴリランダー、ここは、あとこれじゃん、無道で完封じゃん、やったやったトゥイージーなやつだ。あと削んなくてよかった、さっき無道あそこで突っ込んで、磁力じゃなくて救われてる感はあるけど、まあでも死に出しから無道出してゴリランダーの前で羽できるから、一回は絶対頑丈で耐えて木の実食うからね。アタキーどうぞ。鉄壁から入るべきか、鉄壁羽で間に合うよね多分。間に合わないかな、大丈夫だと信じてるんだけど。でかくなってくる。ナックルがあるか、それとも、なあ、だったらこれだったら布を切るべきだったかな。ハピを切るべきだった？でも剣舞されるとあれだよな。ああ、絶対大丈夫だ。うん。これでダメージが相手1段階上がるけど、こっちは防御2段階だから、OK。いやー、この、安定して詰めていく感じね。やっぱこれだよ、ポケモンは。もう、受けだよ、やっぱり。受け回し。まあ、8世代入ってね、受け回しが結構きつい時代だけど、7世代よりもきついのかなーって感じは、まあ、7世代はエアプレイヤーなんで、ちょっとわかんないんですけど、まあ、確実にきつい感じは、あるけど。で、もう一回鉄壁でいいか。やっぱこれなんですわ、このゲーム。はいはいはい。で、次、羽をしてから、ボディプレイでいいよね。ダイマックスも残ってるから。まあでも、ダイマックスは切る機会ないな。本当に、受けを使ってるとね、マジで、相手だけダイマックスできるような錯覚をするんだけど。羽で。はたき。全然入んないよね。うん。いやでもね、人それぞれなんか合う合わないはあると思うから、僕はこれが合ってると思うんだよな、自分で。他が合わなすぎたから、なんか、あんま合ってないこともないぐらいの部類なのかもしんないけど、オッケー。楽しいわ。ポケモン面白くなってきたね。じゃあやっぱ、受け回しで、僕は頑張っていきますってことで、おっつ。